このコースは。このコースはね、まず、フェアウェイが右に傾斜してるの分かりますか、はい、フェアウェイがものすごく右に傾斜してるんですね。だから気持ちよくフェアウェイの真ん中打つとポンポンポンと右に跳ねて、で今日ってプレイしてみてどうですか、グリーンもフェアウェイも硬いの分かります、硬いじゃないですか、だから落ちたら転がるんですよ。だから真ん中打ったら気持ちよく右に転がってラフに入るんですよ。なのでフェアウェイのやや左サイドを狙わないと転がってフェアウェイに来ないです。はい、ということを踏まえていきましょう。ただ一つは風が若干ちょっと右から来てる感じに感じますよね。分かんないですか、若干こっちから来てるので左に狙いすぎると逆に風に持ってかれて左のラフに行っちゃうかもしれないので、そういった意味ではここは結構ティーショットヘアウェイを置くのはちょっと難しいホールです。ということで言いましょう。まっすぐ行ったけどちょっとラフですかね。まあでもまあ大体想定通りですね。だから本当はこういうホールでちょっとこう泥系の球打てて壁にぶつけられたら、斜面にぶつけられたらフェアウェイヒットの確率は増えるんですけどね。ナイスショットだけど、あでもねフェアウェイ出てきたと思います。ナイス。ナイスショー。皆さんでもあれですね、ちょっとスイングオタクすぎないですか。構えてからなんかあんだけいろいろ考えてたらダメでしょ、打つ前に考えないと。まあこれクリちゃんご覧のように強烈な2段グリーンです。で、ピンを見た瞬間にピンにまっすぐ行った場合、バンカー越えてすぐにピンが見えますよね。でこのちょっと右からのフォローの状況でこのラフで、あのピンの上の面にグリーンキャッチしたらどうなると思いますか。止まらないで奥まで、そう止まらないで奥まで行ってしまいますね。かといって右に逃げることもできないですよね、うん、はい。でこういう時はどうすればいいと思いますか。これ距離がまずいくつですか。100でしょ、はい、でこの時にせっかく計測器持ってるんだからバンカーの土手を測るんですよ。そうバンカーの土手までの距離を測るんですね。バンカーの土手までいくつですか。手前84ですよね。バンカーの一番向こうの土手、一番高いところの土手を測るんですよ。84ですよね。ってことは85打てばバンカー越えるわけじゃないですか。そうするとあの土手からピンまでは実は15ヤードあるんだということが頭で分かりますよね。そうすると85から90ぐらいのクラブを持ってあげればさすがにどんだけ転がってもグリーン出ないんじゃないかなっていう計算を立つんですよ。だからここ100ヤードって言って100ヤード打ったらえらいことになるわけですね。じゃあかといってどのぐらい手前かっていう時にああいうバンカーとかあった方が距離感で出しやすいんですよ。だからここで85ちょっと飛ばすクラブを持てばいいんです。さあどうですか、85以上飛んだかな。完璧ですね。ね、そうするとどうですか、クラブ選択も考え方が今変えたし頭の中も全然変わるでしょ。だから100ヤード打たなくていいじゃないですか。だからこういう風にしてゴルフって縦距離合わせていくんですよ。で向こうのヘアウェイは球が止まるからそこまで複雑な計算はいらなくなるんですよ。完璧です。完璧すぎる。言われた通り打てるからすごいよね。はい、だこれもできれば本当はそこら辺から段までを普通は測るべきなんですよ。ここからだと段が分かんないでしょ。段っていうとあのグリーンの段ってことですか。じゃあそうグリーンの段、上がらないといけないってことですか。そうそう。でピンまで測って段まで測れば段登ったとこからピンまでがいくつかって分かるでしょ。だそういうの考えずにただ単に残り距離打っちゃうから大変なことなんですよ。だからこれであのピンの手前のあのエッジ測ったらいくつですか近藤さん。分かりにくいっすね。77
77ですね。ってことはまあ、はい、でピンまでいくつですか。85ぐらいだと思う。96。だから20ヤードもあるわけですね。でしかもヘアウェイだから、だからこれはだからよっぽどのミスしない限りは手前の段に落ちることはないですよね。ってことで90ヤード打てばいいんですね。今のはもうこのね左足上がりで完全に体が上がりました。はい、なるほど。まあね、こういうエラーをしている人がゴルフはほとんどですね。なぜ今トップしたのか、ちょっと僕の構えを見ててください。近藤さんの構えを真似します。こちらから、はい、今の近藤さんの構えはどうですか。これだけ体が立ってたら ここ打つのは簡単だけど、ここ打つの超難しいです。こうやって構えたらどうですか。ここ打つの簡単な感じしませんか。だからこうやって構えた時点で届かないんです、ボールに。ましてつま先下がりなのに前上がりで構えたら一番ボールから離れちゃうんです、自分が。だからもっと胸を地面に向ければああいうチョロにはならないです。はい、行きましょう。ゴルフってね、ほとんどの方がね骨盤前傾が浅いんですよ。こうやって構えるんですよ。骨盤の前傾を取らないと地面にあるボールは打てないです。やっぱりそれを上げようっていう発想がまずやっぱり難しいですよね、はい、うん、あの土手使えばいいんじゃないですか。やっぱりこの40、50ぐらいでやっぱりフォローで砲台グリーンに対してこう球を止めるって相当難しいんですよ。だから上げなきゃいけなくなるんだけど、上げるって距離感合わないから、もっと低めに手前使えばいいんじゃないですかね。その方が多分絶対簡単だと思います。これはまあ見物のパターンですね。でこういうところでこういう強烈な二段グリーンで何を考えるかというと、一番考えるのはもちろん距離感なんですけど、距離感を合わせるためにはあの斜面をどの勢いで転がってるかっていうところを想像するんですか。どの勢いであの斜面を転がっていけばあそこのカップのところに止まるのかっていうところを全体で考えるんじゃなくて、あの斜面を登っていくスピードをすごくイメージするんですね。そうすると距離感が合いやすい。もうナイスタッチです。ナイスタッチ、わかりますか。だから登ってる姿を事前にイメージしつつ、この勢いで登っていきたいなっていうことを考えるんです。はい、うん、上出来じゃないですか。ナイス。なるほど。あのね、パターは今ね、なんでこうすごい右に2回とも外してしまったかというと、まあ、ちょっとこれスライスラインじゃないですか、ね、スライスラインなんですけど、こうスライスラインは分かってましたよね。いや、あまり ほぼストレートかなと。あ、本当ですか。まあそれでもいいんですけど、こう 穴にすごい意識があるんです ね、はい、ここに打つっていう意識が全然ないんですよ。だから最後の最後まで穴見てるんですよ。で、こうやって打つんですよ。だからこの球がどこに打ち出すかをちゃんと考えてパターやらないと、カップに意識がいると、大体こう体が先に穴に行くと、何が起きるかっていうと、体が先に行くと振り遅れてパターでもフェース開くんですよ。だから、どこに飛ばすかに集中しなきゃダメ。どうぞ、近藤さん。だから打ってから、どこ飛んだかなって探すようにならないとダメ。素晴らしい。さすがに今の聞いててヘッドアップしたら殴られるね。近藤さん殴られるね。ちゃんと頭残ってたね。
だから穴を見ながらどうしてもね打ちたくなっちゃう。いいですか、入った音を左耳で聞いてください。入ったところを自分で目視しないでください。音聞こえませんでしたねでもそういうことですから。なるほど、はい、でこれもよくアマチュアあるあるなんですけど、ね、ライン読まないでいきなり構えちゃうんですよ、ね、返しをね、でまた返し外すんですよ。そういうのが大事なんですよ。これも左カップ内側ですからね。いいですか、音を耳に聞くんですよ、入った音をね。完璧です。今のドヤ顔は何とも言えなかったです